こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。中国入で仕入れた1個98円の商品の利益が5,900円。売れる商品のリサーチ方法を暴露します。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。えー、この動画でですね、えっ、ー、とですね、先月からですね、ダルティンを使ってですね、まあ、中国入本格的に私やってるんですけど、なんとですね、5,900円利益ってました。でですね、あの中国入に興味ある方は是非ね、参考にしていただければ、ね、いいと思います。はい。 でまずですね、やり方なんですけど、メルカリなんですよね。でメルカリで出る商品っていうのはです、ね、ほぼですね100%売れてる商品なので、まあ、ぜひね、あのここでリサーチしてほしいんですけど、売れる商品とですね、もうめちゃくちゃですね、一気に売れる商品とですね、売れない商品もあります。まあ、それはですね、あの実際売ってみないと分からないので、ぜひね、あの仕入れてみて、売っていただければいいかと思います。はいでその次なんですけど、大量ルシーですねであの。中央輸入っていう商品はですね、もともと商品が安いので、大量に仕入れてですね、あの 排出量安くなるんですよ。例えば、ハイスローで30円とかね、20円とか15円とかね、まあそうやって安くするにはですね、商品をとにかくですね、大量に仕入れるしかないので、まあ、これはですね、あのー、まあ、リサーチしていただいて、目星をつけてね、大量に仕入れていただいて、あのー やっていただけるばね、ハイスローとね、税金かかっているんですけど、安くなりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。で、次なんですけど、100%売れ商品ですね。これはですね、あの100%売れ商品なんですよ。で、どれくらい売れるかっていうとですね、出品が即売れます。っていうのが100%売れ商品なんですよね。で、これは実際にあります。で、私が出してる商品でもね、えっと、1000前から,したら300円とか、まあ、250から300が出ます。はい。なので、そういった商品をですね、大量に入れてい 知れればね、すごくね、あの、商品あたりでも、あの1万とか2万、3万、下手すと10万くらいいっちゃうんで、ぜひ、ね、あのリサーチしてね、調べていただければいいかと思います。はい。で、あの、4番なんですけど、まあ、これがあの3番と同じような感じで、まあ,あ、即売れる価格って言うんですよ。この価格にしておけば、絶対に売れるっていう価格にります。で、あの例えばですね、人品ある商品でも、売る価格ってあるんですよ。まあ、それでもね、あの100円でも利益出ればね、いいかと思いますので、も、ま、う、あ、黒字なんでね。 はいなのでぜひ、ね、あのこういったものですねリサーチして調べていただければ、まあ、多少、やっぱりですね中国に売っている商品はあのビジネスっていうのは、まあ、正直、面倒くさいです。はい、ただしですねあの投資のように損するのではなくてコツコツでも稼ぐようになっていきそれがですね大きなビジネスにつながっていきますのでぜひ、ね、試していただければいいかと思います。ははい、はいいいこちらですね、はいえー ライン登録お願いします。ライン登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマリネオプにします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube ら質問一切受け付けてません。LINE の登録をによろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。